それでは名古屋校の、同級講座を始めさせていただきます、コミュニケーションメイクというのはもともとその、コスメティックな要はいわゆるその美容 の顔っていうんじゃなくてその人の心理学、いわゆる心理学とコミュニケーション学と環境、性格そういうのをこう全部加味しながらその方が何をトラウマとしてそれができるんじゃないかということを読み解いていく、まあ、本当にあのちょっと今までないスキルなんですね。世の中の人は大体タイプ的に3つのタイプに分かれます。大きく行動学的にコミュニケーション学的に言うと大きく3つのタイプにあるんですね。で考え方も感じ方もなんか3つともあるんですよ。私はなんかご本人がおっしゃってたのに結構近くてやっぱりツヤツヤ自分が興味あるものが来た時にリアクションを起こしてるんです。これはリアクションで何かというとストロークです。化粧についてはこういうバランスたくさんのことがありますよと言いまして心を整える4つの学ぶことも言いましたしこのメイクっていうのはこういう思いでやってますって話がありました、はい、でここまで先ほど言った4つのタイプっていうのがありますね。これはご自身でやってみると思います。だいぶまだ感じが変わるんですが会話の仕方があります。これも全部ご覧になってますからね。ブルー系か色系か分からないと色をくすんでしまうということをねやったと思います。練習していくのさえこれここからは状況は何かというと人の顔を見て分析するというのが一応メインなわけです。顔のこの幅です。幅が広い、大きいというか幅が広くなるので眉を描くときに滑らかな眉を描くと右の方がちょびっと落ちやすくなるんですよ。分かる。それを皆さんが左右対称に描こうとするからなぜ難しいんですけどもともと違うとき描きましたね。で耳タイプはどちらかというと聡明にお話したいのであまり跳ねりしないしあのキラキラとかあまりしない。これを3つ顔を作ることができたもう皆さんできましたね。でもちゃんとそうほらこれだけどこの3つの傾向値を調べるとか自分でもやっていけば今度すがれとやろうと人のメイクがものすごく見えるから子育て中だとどうしますかね。自分が子供さんがまだまだ子育てしてないそうだとしたらこの部下とかかなりなんか育てやな。ハサミの使い方手の子は一緒に持って手を持ってやった。で目の子にはこうやり方を見せてやった。で耳の子には手順をこう伝えた。では早速なんですけれども、今日私が手に持っているこのお水なんですが、今ねもう私とっても大好きで気に入っているお水なんです。日本のお水ってサラッとしてるんですけど、今の水ね。どうですか、そのメイクを褒めるときも、この今、たまたま言いましたが、データが良かった人のメイクを褒めるときはどうですか？わかりますよね。いい雰囲気。そう。いい感じ。だから、よくある傾向がデータ一緒なんですよ。データイプの人は耳タイプに憧れるから、結構毎日からね。メイクしてるときは眉だね。これね、参照してたら分かりますよ。3つの顔を全部作れるんだったら今度はもうどれもが病気なんですよ。分かってるだから3つが分かるようになってきたら3つの魅力ができて3つの人に愛の思考が分かるので魅力も上がるしセールスも上がるんですよ。みんなメイクのことがある会話のことがあってこれが分かっていくとだんだんこの EQ レベルになってきて動作する向きがこういうもので能力があるんですよ。